本日ですね、東京検察庁、東京地方検察庁に新しい告訴告発を行いました。告訴したのは、福島原発告訴団の中から14名の告訴人が告訴しております。そして、非告訴人に関しましては東京電力、それから、原子力保安院ですね、当時の保安院、それから、原子力安全委員会、そして電事連の、そういう方々を告訴しております。で、私たちが今この告訴をなぜしたかということを申し上げますと、政府事故調の調書が明らかになってきまして、その内容に具体的にですね、津波対策を怠った、津波対策を、行わないというか不作為とした、その具体的な人々の、名前、それから、その事実ですね、そういうことが明らかになってきました。で、このことはやはりこの原発事故を引き起こす大きな原因だったと思っています。で、それに対して私たちはやはりこの責任をきちんと明らかにしてほしいということから告訴を、に踏み切りました。そして以前から東京電力の人たちも、トップの人たちですね、告訴しておりますけれども、その方たちの責任もまたこのことによってさらに明らかになってくるのではないかと思っています。今回の津波の対策の手抜きはですね、役所、原子力安全保安院と原子力安全委員会と、それから東京電力の3社による共同、共謀もしくは共同過失行為だと。電磁連も入れてですね。で、共同過失行為か、もしくは、もっと言えば共謀だと、故意の共謀だというふうに我々は考えていたわけですが、その重要な、最も重要な役割を演じる原子力安全保安院と原子力安全委員会のに踏み込めなかったことは非常に残念だったわけですが、ついにそれが具体的にできた、始まった。特に強調したいのは、一番初めに言ったその原子力安全保安院とか原子力安全委員会とか、そういう連中がですね、今も再稼働の推進のために動いている、再稼働の審査をして通させて、何が何でも原発を再稼働させようとしているんだという、このことをですね、ぜひ過去の問題じゃない、今やってる連中がそういう連中なんだということをぜひですね、厳しく認識してもらいたい。